旦装備しよう。そう、装備じゃない、セーブしよう。なんでセーブが装備になっちゃったんだ。すぐ再開。男はすぐ再開。何度でも復活するからね。この辺確か何もなかったね。こっちか。ああ、おお、道道が。日当たり良好、気分爽快。ここ初めて見たな。今日は特にいい天気だね。見て、セルフ廃墟がすごく近くに見えるよ。わあ。あ、あくびか。ここって冒険の合間の休憩タイムにはもってこいね。夏は木陰が涼しいし、冬は日差しがポカポカだよね。ねえ、ピロロ。お父さん、お母さんとここでピクニックしたこと覚えてる？って寝ないでよ。だって気持ちいいんだもん。眠くもなるわよ。いいキャラだね。ほら、鳥だってあんなに気持ちよさそうに。イベントか。あれは鳥じゃないよ。マイルズさんの飛行機だ。お、定期便の到着ね。ようやく私のファッション雑誌が届いたか。ふえふえ。あれ、飛び方がおかしいよ。おい、カプコン製じゃねえか。おお、見なかった音にしよう。だった変だ、墜落しちゃったよ。無銀歩行くわよ。マイルズさんが心配だ。助けなきゃ。私のファッション雑誌、どんだけ、とほほ、とほふ。ここだ。結構大事なイベントだったんじゃん、これ。あちゃー、ひどい、飛行機がめちゃくちゃだ。あそこ。初登場キャラですね。マイルズさん、大丈夫ですか？無金庫たちか。モンスターに襲われて。すまないな、ピロロ。雑誌。まさか、貴様の命よりも大事な雑誌を。気を失っちゃったみたいだ。とりあえず、ピーチャムさんのところに運んだ方が良さそうね。急ごう。これでよしと。マイルズさん、大丈夫なんですか？命に別状はないわ。大丈夫よ。そっか、よかった。でもさすがに簡単に治るような怪我じゃないわね。しばらく入院してもらうことにするわ。一度おじいちゃんにも見てもらいたいし、村長ね。それにしても定期便が襲われるなんて、今までそんなことなかったもん。普通に事故ったんじゃなくて襲われたんだね。そういえばおじいちゃんが言ってたわ。モンスターの動きが活発になってる気がするって。二人とも村の外に出るときは十分注意するのよ。あ、はい、ハート。なんでこれ、ハートなのかな。色気出してんじゃないよ、このガキは。待ち焦がれた雑誌を読むの。モンスター許すまじ。お前は厳禁な本性を出してんじゃないよ。この私がいざ制裁を下してくれん。まあまあ、雑誌はまた届けてもらえばいいじゃない。だって、グランバレン最新モード特集、楽しみだったのに。はいはい。お前はいつも変わらないな。ぶれないな。それじゃあ、ピーチャムさん、どうもありがとうございました。うふ、無金庫たちもお疲れ様。それじゃあね。なんか重要なイベントが進んだっぽいですね。ラベルに美青年って書いてある。お、やおいかな？中身は空だ。残念。あれ？後ろ髪が跳ねてる。ちょっと、ピロロのリアクションも見てみたいね。いつ見てもかやましいわ。普通の台ね。まあ、ストーリーをしばらく進めないと、話せるようにはならないだろうね。あんたと飛行機と雑誌の仇。絶対取ってあげるわ。
意外と熱いキャラ。でも飛行機が墜落してあの程度の傷で済むなんて、マイルズさんってよっぽど運が良かったのね。運がいいし強えし。注射嫌い。カーテンだ。ピロロの方はなんか率直な意見を言うキャラで、ダジャレを言う どっかの誰かさんとは大違いだね。生主というか動画主、アップ主泣かせというかね、あまりツッコミどころのない感じ。なことはないか、なことはないな。どっちもどっちで、あ、いいか、進もうか。次、そして進む前にあれを見よう。恒例の魔獣辞典増えましたね。ウィッチ見てないけど、あの強かったやつね。ウィッチ生息地、風の祭壇への道。ああ、硬えな、硬えわけだよ。180万。魔女とも呼ばれてる。下級魔族。雷の魔法を操る。レンコン。こいつはレンコン落とすんだ。赤おこじょ。いたね、こいつ。こいつも強かった。赤い羽織は、おこじょの中の実力者たる印である。かまいたちを使う。チェリー、今日の朝ごはんですね。僕もくさびと、あ、いたいた。みんな180だな。モンスター化した植物、風の力で敵の自由を奪う能力を持っている。焼き鳥、焼き鳥美味しいよね。50品、なかなかいい経験値持ってるんだよね。ハロウィン、ハロウィン、また180。かぼちゃに精霊が宿ったもの。口から離れた、ちょっとね、森本レオを意識してんだけど余計かなこれ。口から放たれた魔法弾は火柱を起こす。こいつは出たことあるね。ああ、強え。メタルジェル強っ。こいつ戦ったことあったっけ。邪悪な魔術師によって生命を与えられた水銀。水銀、性格は凶暴で敵を執拗に攻撃する。俺こんな体力のあるやつと出会ったら逃げる。さあ、もう一つ恒例のね、新キャラが出たら見ていこう。勝手に恒例にしちゃうけど、さっき事故った人。あ、結構増えてるな、これも。いた。マイルズ。その前にトムも確か見てないような気がするな。あれ、トム。ナターリャの助手。威勢はいいが、トレジャーハンターとしては半人前。オス20歳。これね、トレジャーハンターコンビのうちの一人です。まだ操作がおぼつかない。噂のナターリャ、メス25歳、凄腕として知られる女トレジャーハンター。アルジュスの外から来た。カイトが引退したのを残念に思ってるらしい。うん、この辺ね、みんなトレジャーハンター仲間というか冒険者仲間でつながってそうですね。さあ、そしてマイルズ。なんかこれ番号が飛んでるんだけど、これ間に何人かいるってことなのかな、この番号。まあいいや。ね、マイルズ24歳、オス、定期便のパイロット。アルジェスと他の島を行き来して物資を運ぶ。空飛ぶ化け物に襲われて、アイキは墜落させられた。なんか見た目可愛いよね。女の子みたい。確かこのキャラはね、次回作2にも出てきたような、出てこなかったような。うん、増えてんね。飛行機墜落。これ可愛いな。あー、こんなのあったんだ。
あまりね、前回プレイしたとき、一回クリア、キプレイっていう話はしたかと思うけど、そのときはね、この辺多分読んでなかったな。飛行機が墜落してマイルズさんが大怪我を負ってしまった。けど、命に別状がないことは不幸中の幸いだ。ふう、一刻も早く退院できることを祈ろう。徘徊じじいだから。ほら、いた。あ、違う。誰だ、てめえ。ジュノー。あれ？それって。やっぱり俺のルアーじゃん。ああ、ジュノーのだったのか。カヤパの森で拾ったんだ。じゃあ返しておくよ。サンキュー。これ釣れるから、よく釣れるから一番のお気に入りだったんだ。森へ行った時に引っ掛けてなくしちゃって。諦めてたんだけどな。よかったね。おう。兄ちゃん、姉ちゃん、お礼にこれやるよ。フックロープ。ああ、これ。なんかね、通れない、違うわ。杭だかなんかに引っ掛けろっつって、ミニヒントみたいの左下に出てたわ。なかなか特殊な心がけじゃん。殊勝な心がけ。って、何これ？ロープ？ただのロープじゃないぜ。先っぽのフックを遠くに飛ばして引っ掛けることができるんだ。ちょっとした崖ならそれを使って飛び越せるぜ。そいつのおかげで人の行けないような釣り場所を見つけられるんだ。じゃあありがたくもらっておくわ。なるほど。そんなとこあったっけ？ちょっと身に覚えがないぞ。ここは父ちゃんに釣りを教えてもらった場所なんだ。もう5年近くと通ってるから、どこに魚がいるか知り尽くしてるよ。このゲーム自体は、釣りは確かミニゲームなかったね。ポリ、ムキンポ君、髪の毛伸びたんじゃない？なんだったらお姉さんが切ってあげようか。ぜひお願いします。ぜひ、ぜひにも。実際ね、俺すげえ髪伸びてんだけどね。まあ、自粛中だから自分で切ったりね、バリカンとか持ってたり、合わせ鏡して自分で後ろも切っちゃったりね。んなことはいいんだけど、髪を束ねてるところを切ろうとしていませんか？この天使の尻尾をね。俺もこんな感じの髪型だわ。ふふ、バレちゃった。それを見てるとなんだかバッサリ切りたくなるんだよね。わかる。きっと本人も邪魔だと思うよ、これ。寝るときとかね。いいとう巻き巻き、いいとう巻き巻き。ユーディと、村の北東に泉があるじゃろ。あそこには泉の精が住んでいるという言い伝えがあるんじゃ。大切にしないといけないよ。間違えてゴミなんか捨てちゃダメだからね。おこれ、フリやん、完全なる。何があるんだったっけかな。金の焼き鳥とかにしてくれるのかな。お、いいところに来てくれたね。レアニちゃんを思いながら作った愛の詩2を聞いてくれるかい？キノコという言葉を使わないように苦労したよ。そういえばね、歌1聞いたね。ノーコメントだね。なんか、覚えてない。いいけど、ああ、愛しき、麗しき、レーニ。君の優しい眼差しは、まるで、カヤバの森に差し込む、一筋の、朝日の光。そして僕は、暗い木のほこら、ほらで、ほこら？ほら？で、夜明けを待つ、一匹の臆病なリス。結構いい感じだと思うけど、どうかな？さて、道具屋ってなんか人がいるだけだっけ？なんか買えるんだっけ？あ、買えないか。なんじゃ、あるじゃん。あるけど回復系だけだな、使えるの。
あんたたち少し埃っぽいね。ダンジョンに行ってるからかい？なんだったら、ムキンポ、うちの風呂に入っていくかい？ピピロと一緒にさ。お前はなんだ、薄い本を期待してるだけだろうが、お前は。遠慮しときます。喜んで入るけどね、俺は。村にいるときぐらいは小ざっぱりしないよ、二人とも。余計なお世話だから。女の子にそんなこと言っちゃダメだよ。気にしてんだから、埃っぽいとか。さてさて、こっちがあっちで、迷ってますね。今日も京都で。古い家よね、お前。失礼だろ、お前。これって何の木だっけ？気になる木です。プッシュ券のとこ行かないといけないのかな？行きたくねえな。行きたくねえ、行かねえ。行きたくねえ。行かないと進まねえんだったら進まなくていいや。ん？手強いな。なかなか手強い。片付ける意味も兼ねて。食ってこう。荷物がすげえ。ほいほい。ほい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 。よし。400違ったかな、400。俺の記憶違いだったらいいんだけど。そうか、ここで、ああ、ここに墜落したのね。なるほどね。生々しいね。で、ここら辺に、鮮血の血が、ブワーッつってわけで。ただ、ちゃんとね、警察の人が水をぶっかけて洗い流してくれたおかげで、血はなくなってますね。バーン。うほほほほ。なんだこれ。これ自体は攻撃力がないんだろうな。貫通はする。1ダメージだけだけど。攻撃としては使えない。うん、こっちだね。えらい敵が強くて死んじゃったとこだ。よし、じゃあちょっと気を引き締めていこう。アイテム、アイテム。上行こう。あー、ちょっと待って。これは。すごい。何が起きてんの、これ。AP フィールド。火ダメはちょっと減ったけど、はめ殺しだね、あれはもう、もはや。ちょっとピロロを使ってる余裕がないぜ。レベルが上がった恩恵もちょっとあるのかな。おお、怖え。なんだそれ、なんだそれ、ボーンって。おお、やべえ。おっと、死ぬ、死ぬ、あー、飛べー。危ない。ギリ。
でさっきの仕返し、よし、強くなったね。物理と比べて魔法用の装備を整えてないからやっぱよだめがちょっと少ないんだね。なんかあるなこっち。一回上がるたびに敵強くなってるのかな。敵にレベルがあるのかしら。同じ見た目でも、もう敵が強かったり弱かったりするのは結構怖いよね。おっと。結構広いな。多分繋がってるだけだよね。経験値稼ぎにちゃんと倒していこう。この魔法、ピロノの魔法は気持ち誘導してくれるんだね。うん。打つたびに方向が違うとかっていうわけじゃなくて、一応気持ち的の方向に弾が動いてくれる。おお、怖え。よしよしよし。待てよ、あれは怖いぞ。久しぶりに来た。リュックサック。アイテムの持ち物は増える。アイテムの持ち物が増えるってなんだよ。さあ、未知の領域なんでね、ちゃんと準備していこう。おお、いっぱいいる。湧いてやがる。矢印ね。親切設計だね。多分初心者の人でも分かるように、ちゃんとこう矢印とかね、ガイドしてあげてるね。
ご利用し。火ダメが少ないからこそできる技ですね。ドラ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 。無駄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 。あ、まだいた。無駄無駄無駄。うん。ああ。久しぶりに始めて、これ、今回初めて出てきましたね。ルーレット。フード何でもいいけど、あ、お、割といいんじゃない、さくらんぼ。バナナ、おお、バナナ、ここに来て初めて出てきたね。 HP30、 経験値30、今までで一番いいんじゃないかな。よしよしよし、ちょっと温存していこう。あ、強いぞこいつ。あぶねえ。なんでよ、なんでその爆弾。今のはなんてやつだ。レッドジェル、こいつかな。240、結構硬いですね。腐った水が魔の力によって生命を得たもの。臭そう。水のバリアを張り敵からの攻撃を防ぐ。うん、やってたね、バリア。キスの天ぷら、うまそう。すげえ腹減ってんで、今リアルな俺が。天ぷらね、天つゆつけてね、芋焼酎とかでいただくといいね。もうご飯いらない。もう最近酒のつまみとお酒だけでもう食事しちゃってる。俺もおっさんになったんです。でさ、若い頃は思わなかったけど、このゲームに出てくるフードってさ、ほんとつまみばっかじゃない。焼き鳥もそうだし、レンコンはまあ食材だけど。ん、あれ、お、ん、なんか道はあるけど行けない。嫌な予感がするな。爆弾かな。いや、違うらしいぞ。これはなんだ？何もメッセージが出ない。むむ。いいはずなんだよね。違うらしい。詰まったかな、ここで。多分なんか。アイテムが足りないとかかな。お酒の当てにって書いてある。まんまもう飲んべえのゲームだこれ。これ見てみたい。クックロープは違うね。まあフックショット的なやつだよね。プッシュ手袋も試したよな。あ、食い物も全部これ乗ってるんだ。へえ。スルメ。スルメイカの干し物。酒のつまみの定番だが、釣りの餌にも使用。
ああ、そうなんだ。するね。加工食品を餌にするってなかなかね、高度だよね。うん、この辺もちょっと余裕があったら、そのうち読んでいきましょう。あ、いけた、あれ、あれ、いけた。来た、これ。アイテム図鑑効果だよ、これ。アイテム図鑑見なかったら、俺多分ね、またこの家に戻る、アイテム使って、戻って、で、ちょっと、なんだろう、セーブして終わってたかもしれない。これで開いた。よし、いいよ。運も俺を味方してる。行くぜ。ちょっとセーブしたいとこだけど、そろそろ。このマークはもしや、ボスでは？違った。祭壇にやっと来たのか。ここはなんだか変わった場所だけど。待って、ムキンポ。不思議な気配が近づいてくる。なんか来た、これ。あ、もう本当にあの子ったら手間がかかるんだから。しかとした。何あれ、人じゃないよね。本で見る妖精にそっくりだったけど。もしかして本物かな。ピロロはどう思う？追いかけて聞いてみりゃいいんじゃん。よし、じゃあ、レッツラゴー。ええ、遠くには行ってないはずです。そうですか。外はモンスターがいて危険だと言ってるのに。今度、村長からも族長からも言ってあげてください。このエンプルフっていうのが族長。エール、自分の小さかった頃を思い出してみて。あれくらいの年になると外の世界に憧れるものですよ。それはそうですが、でも、いや、しかし。分かってるわ。帰ってきたらここに来るように伝えてちょうだい。だからあまり叱りすぎないであげてね。はい。見た目がね、なんか何歳なのかとか、オスなのかメスなのかとか、もう全くわからない。あら？まあまあ、珍しいお客さんね。なんか口調から言うと女性っぽいんだけど、エルフにそもそもオスがいるのかどうかもわからない。人間。こんにちは。はい、こんにちは。年長さん。なんか小学校の先生みたいな。はい、さようなら、みたいな。先生、さようなら。はい、さようなら、みたいな。そんな、くどいわ。一体どうやってここに？森の中を探索してたら、ここにたどり着いたんです。ここは一体。ここは私たち風の妖精シルフが暮らす村よ。シルフね。北方神話によく出てくる。シルフ。エルフ、シルフ。これやっぱ妖精なんだ。小さい頃よくママが妖精の話をしてくれたじゃん。あれもパラディスみたいに作り話かと思ってた。お母さん何者なんだろうね。本当にいたなんてジンとしちゃうな。で、パラディスも本当にいたんだって。へいへい。私の名前はエンプルフ、シルフの族長です。こちらにいるのはエイルよ。どうも。僕はムキンポです。私はピロロだよ。よろしく。フレンドリー。よろしく。それであなたたちはどうしてこの森に？僕たち6つの心臓を探してるんです。心臓？はい、村の宝なんです。見知らぬ男に祭壇から盗まれてしまって。そう、それは大変ね。男ですか。残念ですが、私には心当たりがありません。エールはどうですか？いいえ、私も。そうですか。でも村の宝を取り戻そうなんて、二人とも若いのに感心だわ。大変でしょうけど、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。新しい服のため、報奨金のため。やべえな、腐ってんだこいつ。ピロロさんはやるわよ。五右衛門みたいな感じの、江戸っ子みたいな感じになってる。でも本当に久しぶりね、人間の方がいらっしゃるのは。昔は人は来ていたんですか？ええ、そういう時もあったわ。もう数百年も昔のことだけど。数百年？あ、
何歳なんだ？もしかして俗称さんはその頃から生きてるの？うふ、そうよ。マジか、俺と同じぐらいだな。その頃、人と妖精はまだ一緒に暮らしていたの。ええ、そんな時代があったんですね。あなたたちが、ここを訪れたのは、何かの巡り合わせかもしれませんね。大したものはないけれど、立ち寄った時にはくつろいでいってくださいな。はい、ありがとうございます。助かるわ。森の中歩き回ってもうヘロヘロ。俺の口ももうヘロヘロ。エンプルフ。そうだわ、あなたたち。あなたたたち。森の中で私たちの仲間を見かけなかったかしら？いや、見てませんけど、もう早く帰りたくてしょうがない。そして俺もちょっと休憩したくてしょうがない。そう、一人村を飛び出してしまった子がいるの。もし見かけたら戻るように伝えてくださいね。はい。長かった。人間、あ、違う。仲間が一人村を飛び出してしまったの。読んだ読んだ。まだ森にいるとは思うんですけど。浅い池みたい。澄んでますね。天気もいいと、ね、湖畔に反射した光が綺麗。まったくあの子と来たらどこへ行ったんでしょう。前回は手紙に、町でエンジョイして暮らします。と、飛び出して。はあ、じゃあまあどっかそこら辺で女の子とよろしくやってるよ。崩れてる。あら、人間の方ね、珍しいわ。この村のものは外に出ることはほとんどないんですよ。最近外の世界はどうなってるのかしら。まあね、飛行機が墜落したり魔物が溢れたりしていろいろ大変だからね、引きこもってた方がいいよ。ウイルスもあるしね。セーブ。